始まるよ、始まるよ、始まるだったら始まるよ。せーの、こんばんは、ゆかです。なおです。今日はですね、じゃじゃーん、はい、初出しホットプレート紹介します。ゾウさん、ゾウジュシ。はい、今日はこのホットプレートを使ってもんじゃを作りたいと思います。イエーイ。はい、もんじゃを今日は食べながらこのホットプレートについて語る1時間です。1時間1時間だったからもんじゃの仕込みをしたいと思いますので、クッキングスタート。はい、じゃあまず250度、とりあえず250度で予熱します。ちょっと油そっちです。ヘヨマジ、ペーパーはいらない、飲みなよ。足捨ててて、ついちゃった。パタッ、え、なんか食べてるし。めっちゃ食べるやん。ジェントプラスのビール、安いビール。上手上手、キッキに冷えてやるので。お、上手、いいね。これは今日のために買ったもんじゃのヘラです。これ100均で買いました。プレートがいい感じに温まってきたので焼いていきたいと思います。おー、乾杯。うん、じゃあ初心者ですね。知らないよ、初めてない。初めてのおうちもんじゃ。つまみはメキサ。カルシウムたっぷりって書いてある。うん、はい、ちょっととりあえずこのまま置いといて、しんなりするまで放置。ちょっとホットプレートについて語ろうよ。この家引っ越してきてからこのホットプレート買ったんですけど、なんでこれにしたか理由を言ってください。デザイン、まあデザイン。うちはデザインしか選ばんのかって、なんで。デザインと、焼肉の油が下に行
かないタイプ。あ、そうそうそう、油が落ちて下に水をの膜を張るタイプあると思うんですけど、それはなんかちょっと結局なんか油が落ちたその下のプレートも洗わなあかんから、でもこれはこう山形になって、あ、こうか、山形になってて山肌になってて、骨、骨あのギザギザになってるから、こう油がこう両サイドに流れてそのワンプレートで完結するやんな。だからよかった、お手入れ簡単っていうのが、まあその穴が開いてないタイプがよかった。でそれでこれしかないかなと思ってこれを選びました。これはあの普通のプレートよりこう深さがあるから、今こういう感じでもんじゃとかやってるみたいに、ここ横っちょに跳ねない。なんかパスタとかも入れてられるし、あとなんかパエリアとか、まあ詳しくは象印の公式ホームページをご覧ください。詳しくはウェブで買います。シェアじゃあいくよ。うわ、あ、飛んだ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 。今日にしなあかん。え、今日にしてない。してない。ちょっとグツグツ言わして、だんだんこう内側からさ外していくんですよ。もじゃやったことないの。混ぜて混ぜて混ぜて、結構ねっとりもんじゃやで。それは片栗粉やからね。え、いや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 、わからんて、ね、もっちりしてんな。片栗粉でしょう、どう考えても。結構お腹にたまりそうなもんじゃやけど。で、この明太子も適当に、本当はなんかもうちょっとほぐしたかったけど、まあいいです。あ、塊落ちてた。うわ、めっちゃ明太子。あ、明太子ちゃう、たらこたらこ。で、チーズ。え、チーズあんの、うん、いいね。え、チーズうまそう。いいね。うわ、チーズうまそう。これ結構腹いっぱいなんぞ。うん、固まっちゃった。固まり魂。いか、固まり魂、固まり魂。うわ、これは美味しいで。いい出来じゃない。早く食べたい、お腹すいた。実食。熱いの。これは熱いの。やけどすんぞ。あ、たらこが美味しい。ベビースターあんま感じられやない、意外と。あ、オイベビースターする？あ、しようかな。した方がちょっとこの食感のアクセントにいいかもね。うん、でも肉はうまい。居酒屋だね、うん、これさ深いからさ、すくいやすくない？うん、深いのほんま使いやすいな、うん、あ、おいやった方がおいしいおいしいよ、味薄いでさ。食べた。ていうか、ゆかはこっちはそのたらこのさ塩加減がちょうどいい、だからナオクの方が薄いと思う。うん、あ、おいしい。これはハンポクかよ。これ見て、このじゃさ焦げさせるのにさ、こうやって端っこにさ、こうやってジューってこうやって焦げんの、うん、焦げ、うまっ。おいしいな、これ。おい、おいベビースターがうまいな。うん、これこのこのなんていうの、電気の部分とこの外側のフレームが分解できるから洗いやすいね。うん、たらこチーズおいしいな。ほら、たらこ明太子は好きなんじゃなくて、たらこは別に食べれる。たらこは食べれんで。明太子が嫌いな。明太子はそんな好きやない。なんでな、たらこも明太子一緒じゃない。たらこ食べれて明太子食べれへん人初めて聞いたかも。たから明太食べてる。じゃだからこんなにメインはちょっといらいらってこと、そのちょっと長いけど、うん、メインでたらこだからオンリーでご飯とかはちょっときつい。あ、そう、明太子は、明太子はさ、え、じゃあ両方いけるやん。じゃあいけるよ、いけるよ。だからその何グレーゾーンってことや、デンジャーって感じじゃん。
アオくんの嫌いなものリストは、あの体が拒絶するほどのものと、その食べたことないけどもう見た目があかんから嫌いって言ってる説と、あとその食べれるけどそんなに好きじゃないよっていうのが嫌いな風呂に入ってるリスト。多いな。だから全部そういう意味で好き嫌いって言われると好きじゃないのが多いだけで、普通やけど嫌いよりが多いっていうので、もう嫌いなものが多いっていう解釈。それはでも一般人からしたら、多分、そう普通なものっていうのは嫌いなもの。え？ほら好んで食べへんってことやろ、一般人からしたら普通に入るのはほんまに無の普通やねん。落としてんで、さっきから。え、せやん、この隙間に。せやん、落ちてんで。でも笑えるね。これがこれがこれのいいとこなんですよ。落ちたとしても落ちてんで、さっきからってこれしか落としないで。いやね、今よそったやんか、そのまとめたやつ、これだけやろ。2回落としたこれだけで、1個だけ。じゃあ2回、これ以外にもっと見えないぐらいの小さいやつ落とした。これは別に落ちたと言わん。だってね、うるさいんですよ。洗うのはさ、落ちないからさ、気になるよね。これ今日は本当は小麦粉で作りたかったんやけど、今日は小麦粉がこんなんけしかなかった。なぜですか？ボトルにさ入れてんねんけどさ、透明の写し替えてんねんけどさ、そのボトルのさ周りにさ粉がいっぱいついてて、いっぱいあるように見えてた。で、中開けたらさスッカスカで、ほんでかき集めて測ってみたら、60g 小麦粉が必要やった。でも 15g しかないので、笑い話じゃないんだけど。でも聞いてよ、美味しいやん。いいでもさ、同じ粉分やから片栗粉でもいけるかなと思って、残りの量を片栗粉で補った。これなんかゼラチンみたいになってる。でも味的にはさ、そんなにさ支障はないでしょ。だから小麦粉がなくても作れるよってこと。作れるよっていうか、とりあえずや、まあ、なかった場合ね。なかった場合は、まあ、しょうがなくそうしてくださいってこと。ベビースターが美味しいな、かけるまた。おいが美味しいな。カニ入ってるもう分からん、な、多分馴染んだよな、おいやな、なじ最初に入れんでもいいかもしれん。逆に焦げは薄いね。薄いな、焦げはなかなかちょっと、あの片栗粉では難しいね。難しいな。でも節約料理じゃん、本当に。粉とキャベツがあれば、まあ、できるし。で、なんかいろいろさ、アレンジとかできるからさ、今日はたらことベビースターとチーズやったけど、味変、味変できるから。あとなんかキムチもんじゃとかやりたい。あ、キムチね、はい、最後の一口。の、ごちそうさまです。ごちそうさまでした。これでしょ、テイク2。せーの、完食。ごちそうさまでした。もんじゃは、まあ、みんなでね、つついて食べれる料理なので、意外とあの具材切って混ぜるだけで、あと焼くだけで簡単だったので、よかったら皆さんももんじゃを囲んで語り合いましょう。あのホットプレートメニュー、他にもちょっとやりたいのいっぱいあって、ちょっと他にもまた作ってみようかなと思うので、あのまたホットプレートパーティー2人でやりたいと思います。では皆さん、次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。さあ片付けよ。酔っちゃったよね。これちょっと見て見て、これプレート外せれるのはまあ当たり前なんですけど、これ見て、ほら見て、ここも外せれる、すごない？ここは洗えへんけど、
こっちのフレームは洗いたいから、これだけこうシャ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 って拭ける。これ超便利。じゃあプレート洗います。